さあやっていきましょう。シェンムー実況のパート23でございます。3でございます。どうもアザラシです。この拙い実況に貴重な時間を書いていただきましてありがとうございますと、そういう感じですね。入りはしっかりしていこう。なんかこの引き続き撮ってるやつとさ、なんかあの引き続き撮ってるやつは大雑把に始めていいだろう的な感じで、喋りもこうね存在にして入ってることがまあまあある。うん、これをね、なんかこれが初めに、これを初めて見る人もいるかもしれないわけだから、うん、だからその2本撮りになってる2本目だからといって、このあたかも1を見たことをね、1個前を見たことを前提として、猫ちゃんだ、この猫ね、うちの飼ってる猫にめちゃくちゃ似てる。うちで飼ってる猫にめちゃくちゃ似てる。めちゃくちゃ似てる。猫を追っててもしょうがないな。シェンムーというゲームの素晴らしさをね、ぜひともこの見た人は知って帰ってもらいたい。そんなことを思うわけですね。骨董品屋がダメだったら、ああまあ、一応家で、道場でもその、刀の唾を入れれる場所は知ってんだけど、ロシア、天竜治癒のね、あの言葉も分かった、あの、手紙の解読をしてくれた、光玉さん。上の名前が、出こねえけど。光玉さんだったような気がする。そんな人のね、ロシアの、マダムにも一応お話を聞いておきましょう。この人もなんか何かしらヒントくれそうよね。骨董品屋だしね。骨董品じゃないけども、陶器屋も骨董品と似たようなもんでしょう。いらっしゃいませ、あずき。新聞読んどる。勇敢ですか。骨董品に詳しい人を探してるんですが、勇敢富士を読みながら追いぼれてくのは米だ。品物によっては私でも鑑定できると思いますが、ハンマーが振り下ろされる。あら、それじゃあ僕たちの頭の上に。そうですか、ごめんなさいね。ハンマーが振り下ろされる。私でも鑑定できるかもなんて言っておいて。いえいえ、骨董品に詳しい人って。ごめんなさい、私には分かりませんわ。そうですか、お店は忙しいんですか。もう関係ないお話し始めた。そうですね、少しだけ。少しご存知ですか、あずきさん。ん、え、陶磁器って発祥は8000年ぐらい前に遡るんですよ。ほう、そうなんですか。そうなんですか。ご入り用でしたらお声をかけてくださいね。はい、じゃあまた。またいらしてくださいね。こんな、そのなんだろう、格調高い陶磁器売ってるお店ってあんのかな。今もお皿だけ、陶磁器だけ売ってるお店ってあんのかな今も。正直こういうのをさ、普通の生活の中で使っていくのにははばかられる感じというか、これでカレーは食えんだろうと思うんだけど、そうでもないのかな。ラグジュアリーな生活をする人の中にはこういった本当に高い昔ながらの陶器、昔ながらじゃないわ、昔から価値のあるようなね、陶器を使って普段の食事をしている人もいるのでしょうかね。ヒントらしいヒントが誰からももらえてないな。とりあえずお家帰りますか。多分このままいくら街を歩いても骨董品に詳しい人に会えそうな感じがしないんですね。しないですね。音だけはなんか不穏な感じの音が流れてる。骨董品といえばね、アザラシは野村さん。ああ、りょうくんか。なゆきじゃないか。こう寒いと嫌になるな。おまけに懐も大変ですね。それだけ、懐も寒いって言ってきた人に対して大変ですね。
子供がいる。ああいう子供に話しかけてはいけない。兄ちゃん遊んでよって言ってくるが、まあ、話をちょっと途切れてしまったけど、アザラシはですね、漫画研究部に入ってましてですね、漫画研究部の今回の武士のテーマがアンティークなんですね。武士、漫画、アンティークで武士が、漫画が描けるかよというね、気がするんだけどね。実体漫画、漫研という体を成してはいるんだけども、あんまり漫画を描く人はいないから、そういう人からすると、一枚絵を描くだけでいいわけだ。イラスト描くだけでも OK みたいなところがあって、そういう人たちがね、やっぱアンティークっていう、なんだっけ、武士のテーマ、今回の武士のテーマみたいなので、何個か候補が上がった中からアンティークが選ばれてるわけだけどね。一枚絵描くだけだったらアンティークはそんなに難しくないかもしれん。しかしだ。しかし、アンティークがね、テーマでね、一つ漫画を描こうと思ったらね、非常に難しい。アンティークって、あれ、子猫さん、出てるね、君出てるね。寒くないか。段ボールから出てるね。まあ自分のね、プロフィールをね、言うとなるとね、かなりこう、口を濁したくなるところもある。が、まあ、どうだ、言ってしまえばあれだな。食べるか？大学生を2回やってるわけですね。全部食べていいんだぞ。全部食っていいんだぞ。また持ってきてやるから。また食ってやるから。そう、2回やってる。2回目の大学生で、まあ、こんな風な、まあ、人生の寄り道をね、実況でもやりつつ、漫研には入っては漫画を描きつつみたいな感じでね、まあ、楽しんでていいのか知らんけどね、やってるわけでございます。そのまま漫研のテーマがアンティークっていうのになってちょっと窮している。あともう1週間か2週間後には提出しなくちゃいけないんだけど、ネームどころかね、まあ何の構想すらも練れてないわ。漫画は描くの難しい。昔からね、そこそこ絵は描いてきたんだけどね、漫画ってのはね、難しいね。うん。絵描けりゃいいってもんでもないし。ふっとネタがどこかからか、ふっと、おう、家に帰ったら、りょうさん、ふくさんがいる。なんすか？ネタが出てこねんだよ。これを受け取った。なかなかな。漫画のネタってのは。刀の唾ですね。ですね。ああ。親父の片身になってしまった。片身なんていくらでも探してあるだろう。そうですね。そうですね。見覚えないかな。例えばこの模様とか。多分家紋っすよね。稲さんに聞きました？いや、まだだ。じゃあ聞いた方がいいっすよ。そうだな。確か仏間にいましたけど。わかった。わかった。わかった。ててん。おなじみの BGM。てんてんてん。ててん。仏間はここですね。ガラガラガラ。ガラ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 。てねねねね。違った。おもむろに。骨董屋でこれを。骨董屋でこれを。その唾は。その唾は。稲さん、何か知ってるのか。雪輪に二つ星に一つ剣、葉月家の紋所でございます。雪輪って何？お探し物に何か関係があるのでは。旦那様が導いてくださっているように思います。ちなみにうちも家紋ってもんがあるんだけどな。雪輪に偶書ボーイ、二つ星に一つ剣。偶書ボーイからあまりかっこいいなって感じじゃないよ。まあ似た感じだね。ありがとう。それ雪輪に二つ星に一つ剣みたいな似た感じの形のやつだね。グーかっこ悪い。ほんまただのメモしたね。でっていう。
でっていう。一応ちょっとなんかこの辺に、なんかなかったっけ。もう全部アイテム取り切ったんだっけ。できたらろうそくが懐中電灯みたいなものが必要だったような気がするんだけど、もう持ってんのかな。行くか。じゃあ行きます。出られない。じゃあ行きます。ルートは知ってるんよ。ルートは知ってるというか、そのどこに行って何をすればいいのかを知ってる。やっぱずいぶん昔にやったとはいえね、なんか要所要所は結構覚えてるんだね。でも逆に言えばここでりょうさんがさ、あの出しゃばって見つけない方がいいんじゃないか、鏡をって気もするよね。だって別に鏡なくてもさ、うん、なんて言ったらいいかな、話は進むというか、人を追ってるだけなんだから鏡持っていく必要ないよな。乱手を別にその鏡を持って行ってちゃったらさ、ここでなんか見つけてさ、やっぱ見つけたわ。鏡をその乱手のところに届けるようなもんだもんな。この形は、この形はなぜこんなところに。 Y ボタン押せ。どれかな、これか。刀の唾。 A ボタン押す。ガシーン、ガシすると扉がくるっと回るとかじゃなかった。よし、あれ？そんだけ？よしって言ったな。なぜ？あれ？こんなところに穴が。刀もいるんじゃないか？え、刀ってどこにあったっけ？ああ、わからんわ。刀？刀の方は全く記憶にないですね。持ち物の中に刀っぽいものって、ないしね。困った。あれ？刀？とりあえず戻ってきたけど、福さんに話聞いてみるか。刀の唾はあるんだけど、刀の剣の方、刃の方、先生の形見ですが、うん、刀の唾のことか。なんか、ええ、道場に置いてきちゃった。唾に掘られた家紋ですが、道場にもありますよね。何？確か道場にある木の箱に。ん？中に何が入ってるんだ。あれ、りょうさんも知らないんですか。ああ。よほど大事な。そうだな。福さん。福さん。それはナイスヒントですよ。道場にある鍵かかってます。多分先生の親父のも。鍵ね。鍵なら先に鍵持って行った方がいいか。鍵があるなら親父の部屋か。木の箱には鍵がある。鍵があるとするなら、視点が合わない。鍵、武術の道を歩む者は己の信念を全うするため死することも覚悟しなくてはならない。この手紙なんかずっと置きっぱにしてるでしょ。
怪しい。あったー。どこの鍵だ。これ調べてなかったんだね。なんだろうこの鍵は。謎の鍵。何かに使うかもしれないな。まあ、親父も亡くなってるからね。勝手に物色して、まあ目についたものを取っていっても誰も怒る人はいません。行きましょう。いや、やっぱり一度やってるっていうのは大きなアドバンテージだな。でも大きなアドバンテージなんだけど、見てる人からしたらあんま面白くないかな。30分ぐらいこう鍵一つ見つけられずにうだうだやってて、それズバッとズバッとカットした方がまだ動画としていいかもしれんな。動画のそっちの方が人が求めてる動画なんかもしれん。なんか最近あのイタル先生に、イタル先生ってわかるかな、あのキーのねエアーとかの原画を描いてたイタル先生にねツイートが飛ばして、どうやったらなんかそのイタル先生がね、どうやったらツイートがリツイートされるだろうかみたいなこと言ってて、そうねということで、そうねというふうな話をしました。で動画の方もね似たようなもんでさ、どうすればその動画が伸びるかなっていうこともやっぱり考える上では、まあサムネの方も頑張ってみたり、本当はこうカットカットでねつまらない話をしてるところはね、よし開いた、飛ばすなりしていった方がいいのかもしれんなとも思うんだけどもね、まああまり努力しすぎてもよくねえと思うんだよ。言いようがあれだけど、努力しすぎてもという言いようがあれだけどな。楽に気楽にねゲームをしとる口実みたいなもんだよな、きっと今俺のこの実況なんてのはね、道具をゲームをするために実況してるというか、刀持ってこのままどこまで行けるんだろう。こいつは置いていくか。置いていくのか。いや持っていくけどね。ろうそく切ってみたりしたくなるよな、こういう刀があったらな。シャピーン。何、遊んでばっかりじゃ、遊んでばっかりでいいか。大急ぎだったら多分もっと速いスピードで行けたりするんだろうと思うけどね、あの覚えてるところは、うん、でいやもう初めからこういうこの日にして、なぜこの日で関して言えばね、初めからもう骨董屋にダッシュで行って速攻家に戻ってきてみたいなのができたかもしれない。あれ A ボタンねえか、これを使うのか。すげえ刀持ってる。グッ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 って押し込むんだったような気がする。スッとスッと入った。すると、お隠し扉。こんな仕掛けがあったのか。この仕掛けどうやって成立してんだろうな。この部屋は一体その父親一人で作ったんだろうか、代々とかじゃなくて、葉月岩尾というあの親父一人の力によってこの部屋が作られてるんだろうか、建築を頼んだ人とかいるんじゃないのと。葉月家っていうのもな、一体どこに通じてるんだ。電気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 、真っ暗でーす。また真ん中が開いちまった。懐中電灯はあるよね。バイオハザード感がある。左左、こういうのが欲しい。うちもうちの家にもこういうのが欲しい。わし、鷹は飢えるとも頬をつまず、たとえ苦しくても不正はするなって親父がよく言ってたな。頬をつむことは不正なのだろうか。他を探してみるか。
ああ全部チェックして回りたい。何か手がかりになるものはないのか。チェックして回りたいんで、とりあえずここで一旦切ります。20分来てるんでね、パート24かな、いつもこのなんかパート何歩なのかなみたいなことがうだうだやってんな。24だと思います。23ですね、パート23でした。バスッと切りゃいいんだな、きっとな。バスッと切ります。ほいではまた次の動画でバスン。